世界中から音楽資料が集められている民謡音楽博物館にはオルゴールのコレクションも多数収蔵展示されています。オルゴールには様々な形式や用途があり、ここではそれぞれのオルゴールの魅力を感じていただけます。このオルゴールは1885年にスイス・ジュネーブで製作され、クラシックのような音楽を奏でるということからクラシックオーケストラと名付けられました。ようこそ民謡音楽博物館オルゴール室へ。ここにはさまざまなオルゴールが展示されております。オルゴールは現代までさまざまな形で普及してまいりました。そして今回はこのクラシックオーケストラをご紹介いたします。最初に一般的になったのはこのシリンダータイプという現代でも見かける様式のものでした。といっても当時は大量生産できるものではなく、スイスの時計職人が一点一点手作りで製作していたとても高価なものでした。では実際にオルゴールを回してみましょう。シリンダーに打ち込まれたピンが回転するときに櫛葉を弾くことによってオルゴールの音色は奏でられます。当時このピンは一本一本職人の手によって植え付けられていました。そしてなんとこのシリンダー一本で20曲もの音楽が奏でられます。この櫛葉も非常に精巧な作りとなっており、卓越した技術が必要とされていたのを感じ取れますね。現在このオルゴールを復元するのはほぼ不可能とされています。またこのクラシックオーケストラならではの魅力があります。このクラシックオーケストラでは銀の手でベルを鳴らし、金色のバチ8本でドラムを叩き、6本のバチでカスタネットを打ち鳴らします。そのため豊かな音色とダイナミックな演奏をお楽しみいただけます。見た目的にもユーモアにあふれており、当時のサロンなどでお楽しみいただけたものと思われます。皆様もぜひ19世紀の職人の技をこのオルゴール室でご堪能ください。民謡音楽博物館では多くのお客様がそれぞれの時代の音楽を楽しんでいただけるよう努めております。